ヨーウィーはオーストラリアで語られる未確認生物。フーウィー、ーウィーとも呼ばれる。もともとはアボリジニの伝承に登場する架空の生物を指す語であった。現代においてはヨーウィーはオーストラリアの荒野に潜む未知の獣人の一般的な故障として用いられることも多い。これは前述の架空の生物とは無関係であり、ヒマラヤのイエティや 北米のビッグフットと同様の位置づけにあたる。その正体については巨大類人猿の生き残りという説やアボリジニーやカンガルーの見間違いという説がある。ヨーウィーは6本の昆虫のような足を持ち、頭と胴体はトカゲで蛇の尻尾を持っている。普段は深い洞窟の奥に潜み、暗くなってから獲物を求めて外に出てくる。足音は極めて創造しく、 身のこなしはとても俊敏で、時折人家の近くにも姿を現し、家畜などを捕食することがあると伝えられる。オーストラリアの家畜の被害のいくらかは、この生物の仕業だとされている。時には、人間も襲って捕食するという。オーストラリア大陸に生息するとされ、直立に即歩行をする獣人も用意の名で呼ばれる。体長は1.5メートルから3メートルまであり、 全身茶色に近い体毛で覆われている。1795年、シドニー湾の近くで、ヨーロッパ移民たちにより最初の目撃報告が、なされている。1970年8月7日、未知動物研究家のレックスギロ類は、ブルーマウンテンの一角にあるソリタリー山の森の中で、容易と遭遇した。1五メートルと、小柄な体格をした、それはかんだかい声を上げながら、 森の中に姿を消したという。1976年8月10日には、リズモンド地区の民家に妖胤が続けて出現した。アボリジニの間では、妖胤の存在は、古くから知られていた。1895年頃までニューサウスウェールズのブルーマウンテン一帯に住んでいた最後のアボリジニの間では、ガバと呼ばれていた。レックスギロルイは、妖胤の正体をメガントロプスが、 氷河期にジャワ島からオーストラリア大陸に移り住んできて、そのまま現代に生き残ったものではないかと主張している。1941年にジャワ島ではメガントロプスの化石が発見されているが、有名なジャワ原人の骨よりも古く頑丈だというのが分かっている。メガントロプスがエンジンと原人の中間だとすれば、全身を覆う、体毛。 道具を使うことなどの特徴から、いわゆる、曜日と同一視できる可能性もある。しかし、この説にはなぜ、ジャワからメガントロプスが渡ってこれたのに、他の島の動物たちがオーストラリア大陸に渡ってこなかったのかという弱点がある。このため、先住民であるアボリジニやカンガールーを暗闇などで誤認したのではないかとも言われている。オーストラリアの食岸。 ヤウイはこの生物をもとにしている。厳重 .com 図節厳重時点91ページ。ありがとうございます。